皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作意欲チャンネル、どうものご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちら、はい、プライズ品なんですけど、日産 GTR のラジコンになります。まあ、ラジコンといっても、いわゆるトイラジコン、トイラジで、まあ正直、全体的な出来はちょっとクオリティは低いんですけど、まあ簡単に、ラジオコントロールの楽しさを味わえるものとなっています。こちらはスケールは、はい、24分の1のサイズになります。こちらの GTR、まあ、モデルでいうと2017年モデル、まあ、一応現行車種の、やつなんですけど、ボディカラーはこの GTR の特別塗装色であるアルティメットシャイニーオレンジなんですけど、まあ、実際このラジコンに塗られている色っていうのは、まあ、まあ普通のオレンジですよね。まあアルティメットシャイニーっていうことなんで、まあ一応若干メタリックが実写には入ってると思うんですけど、まあこれは普通のオレンジです。まあ今回これを使って何をやるかっていうと、まあもうタイトルでほぼネタバレしてますけど、このラジコンカーに、Bluetooth のスピーカーを合わせて音が走るラジコンカーに作り変えていきたいと思います。じゃあとりあえずこれ開けていきます。まずはコントローラーですね。こういったハンドルの形をしています。そして、中身の本体ですね。こうしてみるとやっぱり、ちょっと塗装とか作りがまあ雑な感じは受けちゃいますけど、まあ、そこはトイラジコンなんで、まあ、しゃあないなという感じはします。はい、で使う Bluetooth のスピーカーなんですけど、こちら、はい、ダイソーの Bluetooth スピーカーですね。これ4月か5月ぐらいに買ったやつですけど、今はもう売ってないんですかね。まあ一番近いダイソーにももう置かれてないんで、もしかしたらもう売ってないのかなと思うんですけど、ではこれを開けます。はい、というわけで、まあ、こういう、まあ、ちょっと変わった形をしてるんですけど、この上側、ここがあのスピーカーになってまして、で正面に、再生ボタンと、まあ、曲の選択ボタンがあって、この後ろ側にこれをパカッて開けると、こちらが電源スイッチと、あとはマイクロ USB 充電用の端子ですね。あってこの底面なんですけど、ここがちょっとこういう風にお皿みたいな形になってるのは、こう吸盤になってて、こう壁にこうペタって貼り付けられる感じなんで、めちゃこれ防水の Bluetooth スピーカーで、まあお風呂でも使えるってやつですね。さあ、これとこれを使ってどうやって作るかって言えば、とっても簡単です。 How hard can it be？ まあ、この言葉知ってる方は知ってると思うんですけど、某イギリスの自動車ジャーナリストの口癖とも言いますか、その人がちょっと自動車にまつわるチャレンジをするときにたびたび口走る言葉なんですけど、そんなに難しいことか、簡単だろうっていうようなことなんですけどね。作り方は本当に簡単です。はい、これで出来上がりですよ。しっかりくっついてます。はい、これで完成です。
やいや、まあそれじゃ工作とは言えませんからね、まあ、こんな作りじゃなくてちゃんとこの車の中に、スピーカーまで収まるように作りたいと思います。そうした場合に、使うのはこのダイソーの Bluetooth のスピーカーじゃなくてこちら、こちらはドンキホーテで買ったやつなんですけど、まあ、今回のために買ったわけじゃなくて、まあ、別なものに使おうと思って、だいぶ前に買ったやつなんですけど、はい、このスピーカーのメカをどうやってこのラジコンの中に収めようかって思った時に、一応、ラジコンの中はこんな感じになってるんですけど、ラジコンのメカはこのボディの中でだいたいのドアのショルダーラインあたりまではメカが入っちゃってるので、まあ、どこに置こうかって言ったらもうこのいわゆる窓ガラスから上のスペースにスピーカーを入れるしかないかなと思うんですけど、で音はルーフからこう抜けていく感じにしたいと思います。まずはですねこのスピーカーの方を分解していきたいと思います。はい、中身はこんな感じになってまして、こちらに、基板とバッテリーがこう重なってる感じで、こちらに、スピーカーが入ってます。4オームの3ワットの出力ですね。スピーカーとスピーカーグリルが外せましたんで、まあ、現物に合わせてちょっと位置関係とか見ていきたいと思います。まあ、スピーカーの位置的にはこの辺にしたいんでスピーカーグリル入る穴も開けていきたいと思います。ボディの切断はダイソーのルーター使っていきます。スピーカーグリルに、一応白の下地を拭いたところなんですけど、このスピーカーグリルは当然あのボディと同じ色で塗るんですけど、その色は、はい、こちらのソフト99工房のタッチアップで、はい、日産用の A30 マンゴーオレンジパール、ちょっと同じ、シャイニーオレンジがなかったんで、まあこれで代用することにしました。ただタッチアップはこれ筆塗りなんで、それではちょっとスピーカーグリルの細かい目を潰してしまう可能性があるんで、はい、こちらエアタッチを使います。これはこのペンタイプのタッチアップをスプレーに置き換えてくれるものなんですけど、このタッチアップペン1本でおよそはがき1面くらいの面積を塗ることができるみたいですね。はい、現状の仮組みなんですけど、ここに Bluetooth の基板が入って、で、ちょっと見づらいかもしれないですけど、ここに LED があって、ここに Bluetooth のメインスイッチがあります。で、AUX と USB は、ここから別なケーブルを使って逃がそうと思うんですけど、このステレオミニプラグのここが L 字になってるやつ
これは入手できたんですけど、まあ、スペース的にこの USB もこう L 字に曲がってる端子なので多分スペース的に入んないと思うんで、この L 字に曲がってる、USB ミニ B のケーブルを探したんですけど、ちょっと手近ではなかったんで Amazon でポチりました。はい、スピーカーグリーンの塗装乾いたんで、本体に合わせてみました。まあ、心配した色の合いですけど、まあそんなに違和感ないんじゃないでしょうかね。一応穴開け終わりました。 LED の横に、Bluetooth のスイッチの穴開けたんですけど、まあ、ちょっとずっこけだったかなっていう感じがしますけど、まあ、ほぼほぼこんな感じでいいんじゃないかなと思います。中の方も、一応モーターとかの干渉はなさそうなんで、あとは普通に組み付ければいいのかなという感じです。あとはこの USB をどこから給電するかですけど、ちょっとまだケーブルの方が届いてないんで、とりあえずまあシミュレーション的にちょっと場所を探してみたいと思います。はい、一応スピーカーを元に戻して、一応接続テストをしてみたんですけど、ここにステレオミニプラグの端子があるんですけど、そこからこう延長して、この端子をまあ外に出そうかと思ったんですけど、ただここにつながっちゃってると、だから Bluetooth の接続がまあ当然できないですよね、これだとね。まあ、基板についてる端子自体が延長されないと全く意味がないっていうことですよね。なので今回はもうステレオミニプラグ取り払ってしまいたいと思います。これで一応USB の充電関係の部分以外は一応パーツの固定が終わりました。とりあえずこれ、仮組みして、動作テストの方をしていきたいと思います。ではこれを2つ上に合わせてと、はい、綺麗に収まりましたね。じゃあ Bluetooth オンにします。はい、ピーって言ったのがペアリングされた音ですね。今はこの、Nexus 7とペアリングしてます。というわけでテストは OK です。
はい、というわけでこれでほぼ完成品です。まあ何度も言ってるようにUSB の充電口がまだついてないんで、完璧な完成品ではないんですけど、一応ラジコンと、Bluetooth スピーカーを同居させることができました。若干ちょっと心配な点があるんですけど、実際この音楽を流しながら走ってみたらば、ちょっとコントローラーの機器が悪くなったんですよね。まあ同じ無線ですけど、基本的には干渉しないと言われてるものなんですけど、まあ完全ではないとは言われてるんですよね。なので何かしら電波的な干渉があんのかもしれないんですけど、一応こういった形で完成することができました。これだけのサイズの中に無線機器が2つもこう押し込められているわけですから、まあ、少なからず干渉が起きてしまうのかなとは思いますけど、まあ、今後同じようなものを作るとかいう場合にはそういったことも一応考慮して作ってみたいと思います。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画から良ければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。